ボンジュールです。大丈夫かな。ジェムフランスということで、アイラブフランスです。フランスの最後なので、フランスのまとめをここで撮っていきたいと思います。今回ね、あ、そうだ、このチャンネルは本当は普段は私が好きな嗜好品であるチョコレートを食べながら私の好きなもののお話をするというチャンネルです。働きたくないので再生してください。で、編集も全然したくないんで全然編集してないです、すいません。はい、ということで、ね、今回はまあでもまあチョコを食べたいなということで、リンズです。で、これね、これめっちゃ甘いんだけど、しかもめっちゃ食べちゃった。これ2ユーロぐらいです。1ユーロ120円ぐらいだから、200円ちょっと、250円とかで食べます。うん、甘い。これが一番定番なのかな。これ、読めないけど、カカオが一番に来てないってことだけは分かります。うん、甘いです、美味しいです。でもめちゃくちゃ、やっぱりヨーロッパだから、スイスのリンツがすごい安いんで、たくさんお土産に買って帰りたいと思います。あとチョコ食べすぎてまたボツボツできました。悲しい。はい、ということで、今回の旅行のまとめをしていきたいと思います。今回は、まあ、パリに来たのが2回目なんですけれども、前回はジャパンエキスポパリに来させていただいて、ジャパンエキスポパリと、その周辺でエッフェル塔とか、まあ、なんかノートルダム大聖堂とかは一応観光させてもらって、で今回は純粋にね、フランス旅行をしてみたかったっていうのもあるし、あとなんか現地に知り合いがいるっていうのが私はほとんどないです。日本人の知り合いしか、まあほとんど友達もいないし知り合いもいないんだけど、日本にしか知り合いがいなかったから、もうそのどっかに行くっていうのがなかったけど、今回はその前回の通訳さんがすごく仲良くしてくれて、で今回ちょっとホームステイみたいな感じですね、に泊めていただいて、お家に泊めていただいて、観光させていただいて、フランスの、北だったりとか、ね、シャンティとかもあまり、パリ以外のところを観光させていただきました。で、なんかね、私が思ったのは私がすごい思ってたのはなんかね、今回はもう本当にね、バブバブ赤ちゃんになった気分で観光ができてすごく楽しかったです。普段の観光ってやっぱりなんだろうな、まあツアーで行ったりもするし、ツアーじゃなかったとしても自分たちで行って、そこの観光名所だったらさ、観光名所で日本通訳ガイドみたいな、なんかパンフレットも日本語があるじゃないですか。だから自分のアウトプット、インプットのだけ、インプットのためだけに観光に行くことが多いと私は思っていて、まあガイドさんもやっぱり、ガイドさんがいたとしても、ガイドさんってね、いっぱいに対してガイドさんだから、やっぱり自分はインプットだけ、まあ聞かれたとしても、どういう食べ物美味しかったとか、ガイドさんだからね、気使ってそういうことしか言わないんだけど、今回はね、その通訳さんと通訳さんの彼女のカップルに、ね、ついて、カップルの、フランス人カップルのデートについてったジャパネーズなんですけど、だったんですけど、だからこそなんだけど、じゃあフランスではこういう教育なんだけど、日本ではどういう教育なのとか、なんか聞かれることもあって、ね、私の日本の知識のなさがすごく、まあまあ、もともと日本の知識あんまないっていうのはちょっと自覚してたんですけど、ますますね、日本の知識がないなって思ったのと、やっぱりね、さっきはそう、バブバブはバブバブはちょっと話がうまくなくて申し訳ないんですけど、まあ
あの赤ちゃんっぽいなって私が思ったのは、ずっと私あのカップルがずっと喋っているところについて行かせてもらったからこそ、あの What is this? しか言わなかったですね。あの私相変わらずフランス語全然喋れないんですけど、まあ相手もやっぱり通訳さんはもちろん日本語が上手で、その彼女さんもすごい日本語を勉強してて、2人とも結構日本語が喋れるんですね。私のフランス語に比べたら全然日本語2人とも喋れるんで、まあ、これ何って言ったら、簡単な日本語だったり、やっぱり日本人より英語上手いです。はい、当たり前かな。ラテン語がイングリッシュに近いのかな。で、で上手くて、で私が何これって言ったら教えてもらえて、でなんか私全然喋れない子供みたいな気持ちになったんで、全然喋れない無知な子供みたいな感じで、あ何これ何これ何これって言えたので、すごく赤ちゃんみたいな気持ちを味わわせてもらいました。そうですね。メンタル的赤ちゃんプレイをできますんで、おすすめです。おすすめなのかな。でもまあ海外行ったら多分海外の方の方が多分、日本もやっぱり日本人もちゃんと喋れる人は喋れると思うんですけど、私は全然四流エフランク私立大学出身で、高校もまあまあ赤点取らなきゃいいやぐらいの英語しかできないんで、中学レベル、英語の中学レベルだと思ってるんですけど、それでもすごく楽しく過ごさせていただきましたね。相手が日本語わかるっていう、日本語勉強してらっしゃったっていうのもありますけれども、で、そうだね、なんかだから観光してる時はなんかすごい、まあ、赤ちゃんみたいな気持ちですごい楽しめて、なんだこれなんだこれなんだこれって楽しめて、でもやっぱりまあ普通に食事中とかに会話してる時に、やっぱり相手も日本のことが、日本に興味がある人だから日本のことが気になるわけじゃないですか。だから日本の教育がどうなってるとか、政治家どうなってるとか、そうだね、ストライキの話とかも、なんかねすごいフランスのねストライキが多いらしくて、だからこそ、年間に5週間ぐらいのお休みが当たるらしいです。だからストライキが発動とね、権力ですよね、権力。権力じゃないか、なんて言うんだ、日本語が出てこないんだよね。日本人なのに日本語も喋れなくて本当に申し訳ない。権利だ、権利。だからストライキで権利を勝ち取っていけてるっていうのがすごい、そういうのとかね、あと哲学はフランスだとすごいちゃんと教育の中にあるらしくて、なんか日本とね全然違う教育方針なんだなっていうのとかもめちゃくちゃ勉強になって、でもそれをお話ししている中で自分の日本の知識がすごく乏しいなって思ったんで、ちょっと日本に帰ったらねもうちょっと日本のことを勉強したいなと思います。でもすごく楽しい旅行でしたね。海外旅行に行っていろんな建物とかその歴史を見るのはすごく楽しいんですけど、今回が一番なんか好きなコスプレという好きなものがあってこそ仲良くなって、そして喋るお互いの文化について喋ることができたので、私の人生の中で一番楽しい旅行だったんじゃないかなって思います。やっぱり議論するっていうのがまあただの観光だとないじゃないですか。まあ、これが多分会社とかで行く人たちはすごいそれがあると思います。その、ね、前の会社とかだったら電車が好きで電車のメンテナンスをなんか学んで教えに行くみたいなこととかもあって、でその中ででもね文化を交流、文化をお互いの文化を知り合うっていうのとかもしていけるっていうのは、だからやっぱねコスプレって楽しいなって思いました。まあ、改めてね、自分の好きなものがあってこそ その海外に行って文化を知っていけるっていうのはすごい楽しいなって思いつつも、ちょっと勉強不足だなとすごく反省させられた、1週間でしたね。
なんでちょっと日本帰ったらね、私もともと常識ないってよく言われるのでもうちょっと日本のことを勉強していきたいなって思いました。うん、はいこんな感じですかね。すごく楽しかったですはい、なんか多分私がホームステイをしたのは、中国で中学校2年生の時にホームステイをしていたんで、したことがあったんで、もう本当に何年、15年ぶりぐらいになんか人のお家に泊まる、その外国のお家、普通の民家に泊まるっていうのを15年ぶりにしたんですよ私は。だからすごい勉強になったし、すごい楽しかったですね。うん、だからね、ちょっとあんまりお部屋の中のね、いつものホテルとかすごい取りまくるんだけど、そういうのはできなかったけど、もう全然そんな、まあそんなことはできなかったにしても、もう全然すごく勉強になったっていうか、有意義だった、なんだろう、楽しかった、本当楽しかったんだけど、いつもの私ね、楽しいみたいなのじゃなくて、もっと自分がやらなきゃいけないことも学べたし、うん、なんかこういう教育してると、こういう、なんだろう、なんかフランス人ってめちゃくちゃ議論するのがすごく好きだなって私は思って、でもやっぱりもともとフランスってさ、ヨーロッパの中で強い国だったから、なんかなんだろうな、周りの国とかがどんどん成長してってとしても、やっぱりね、そこにはそこの良さがあるって自分たちがすごく誇っている感じと、そのなんていうのかな、なんか誇っているじゃないんだけど、ちゃんと自分たちの良さは自分たちの良さを持ってるっていうか、そういうところとかもやっぱり私がすごくフランスに来て楽しいなとか、フランスの方の考え方が、楽しいってね、なんて表現すればいいんだろう、なんか興味がある、興味がすごくもっと湧きましたそうだね、多分他の国に行ってもそうなるんだと思います。ただ私はね、他の国は観光でしか行ったことがないので、今回はめちゃくちゃ楽しい旅行でした。はい、こんな感じですかね以上です。はい、ちょっと挨拶とかね、もうちょっと考えたいと思います。ちょっと日本に帰ったらもうちょっと日本のことを勉強したいなと思います。頑張ります。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。ちゃんと一緒、あまりうまく喋れなくてごめんなさい。じゃあね、また朝。